リエチョクの奥チャンネル。元巨人桑田真澄投手の右肘靭帯断裂のシーンをお送りいたしました。私、守りはしません、攻めるのみ、指名打者、野球大好き芸人の DH 奥と申します。どうぞよろしくお願いします。さあ始まりました、 DH 奥の奥チャンネルということでね、早速聞いていきましょうかね。私 DH 奥のことを知ってたよってこと、ありがとうございます。逆にね、本日 DH 奥を初めて見るよって方、今手を挙げられたお客様はね、 DH 奥を初観戦ということでね、緊張されてるかと思いますが、私は過去にはですね、サンマのまんまとか、中居正広のブラックバラエティとか、あと笑っていいともとかね、出させていただいたことがあるんでね、まあ、こんな風に見えましても人様に害は与えませんので、安心して楽しんでいただけたらなと思いますけれどもね、せっかくなんでね、 DH 奥という名前と馬みたいな顔とワールドシリーズで胴上げ投手になって帰ってきたことだけでも、上原浩二かってね。それではご覧ください。踊るようなピッチングとはまさにこのこと。投球間隔が非常に短いレッドソックス時代の上原浩二投手のピッチングフォーム。あ、これですか、滑り止めですよ、いろんな意味でね。シャルビー、いや、早速害与えてしまいましたね。こんな感じで行きますんで、お客様の歩みよりも必要なゲートになってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、サインがなかなか決まらない元西武ライオンズの石井和久投手、いつサインが決まったか皆さんも考えてくださいね。わかりましたか。そんな石井和久さんがあっち向いてホイをしたら、エンドレスゲーム、禁じられた遊びでしたね。突然ですが問題です。次にある大魔神こと佐々木勝弘投手のモノマネ、違いが分かりますでしょうか。まずはストレート、続いてフォーク、わからない、そう、一緒だろ、打ちづらいよね。本当、調理実習、今日の調理実習はおにぎりか、あれ、中村、横の班のやつと喋らんと、手伝って、まずは塩水に手をつけて、中村、そこにある海苔取って、中村、海苔、それではご覧ください。野球がわからない方にも、ああこの人手首が強いんだなとわかる近鉄時代の中村典弘選手の宇宙界のホームラン。あれで行くんですね。本日はね、女性のお客様も多いと思うんで、女性に分かりやすいものまねを一つ。女子ソフトボールアメリカ代表エース、キャサリン・オスターマン投手。見てましたね。本日これでゲームセット、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。